今回は鶏肉とカシューナッツの炒めの作り方を紹介します。鶏肉の柔らかさとナッツの歯ごたえと野菜のサクッとした食感が合わさり、ご飯はもちろんお酒にも合う料理です。それでは作っていきましょう。鶏もも肉を切ります。鶏肉の黄色い部分の脂肪、軟骨、筋を取り除きます。鶏肉が同じ厚さになるように開いていきます。皮の下にある脂肪もしっかり取り除きましょう。鶏肉を半分に切り、 1.5 センチの角切りにしていきます。鶏肉は 120g を用意しました。下味をつけます。塩、味の素、胡椒、紹興酒を少量ずつ入れ、よく揉み込みます。卵を大さじ1ぐらい入れ、含ませるように揉み込んでいきます。片栗粉をまぶしてよく絡めます。最後に油を入れコーティングしていきます。材料は鶏肉、カシューナッツ、生姜、ピーマン、人参、玉ねぎ、ナスを角切りにしたものです。カシューナッツを低温の油で揚げていきます。カシューナッツはそのままでも食べられますが、揚げることで香ばしさが増します。このぐらいの色になったら一旦取り出します。材料を油通しします。鶏肉は120度の低めの温度の油に入れ、徐々に温度を上げながらほぐしていきます。ご家庭で作る場合は炒めるだけでもいいでしょう。油通しすることで油でコーティングされ、旨味と水分を逃がさないようにできます。野菜は硬いものから順番に入れていきます。ナスと人参を入れてから玉ねぎ、ピーマンの順番で入れていきます。生姜を香りが出るように炒めていきます。鶏肉と野菜を鍋に入れ、紹興酒と醤油で香り付けします。紹興酒を小さじ1と醤油を1滴、鍋肌から香りが出るように入れていきます。スープまたは水を 30cc 入れます。塩小さじ1と味の素を少量入れ、胡椒を振りかけ調味します。カシューナッツを入れます。水溶き片栗粉を少量入れ絡みます。最後に香り付けの鶏油を入れ完成です。
今回は鶏肉のカシューナッツ炒めの作り方を紹介しました。ポイントは材料を同じ大きさに切り揃えることです。大きさが違うと口に入れた時のバランスが悪くなります。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどもありましたらコメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。